皆さんこんにちは、ともりあらたです。今日はですね、これはもうすごいと感動したハンドクリーム3つをご紹介しますので、最後までご覧ください。ちょっと前にもハンドクリーム特集したんですけれども、あれからちょくちょくなんかハンドクリーム見ていたら、またねこれちょっとすごすぎないっていう成分がギュッと入って、これって通常ハンドクリームというよりはもうお顔につける美容液だったりとかスキンケアに使うレベルの成分が入ってるなっていうものを見つけたので、それぞれ紹介していきたいと思います。そしてね、それがなんと嬉しいことに全部ドラッグストアで買えるっていう、いい時代になりましたよね。本当にこのようにこのチャンネルではこれすごいよっていうスキンケアを紹介したりとか美容の最新情報をお届けしていますので、よかったら、チャンネル登録まだの方はぜひぜひチャンネル登録してみてください。では早速今日の本題に入っていきます。これもセブンすごいと思ったハンドクリーム、まず一つ目です。それがこちら、ザ・レチノタイムリンクルハンドクリーム薬用シワ改善ハンドクリームです。このザ・レチノタイムって松清さんのオリジナルの商品で、スキンケアもあるんですね。で、私結構スキンケアも大好きで、この動画でもちょこちょこご紹介してると思うんですが、なんとハンドクリームが発売されてました。これね、薬用シワ改善って書いてあるんですけども、そうなんですよ、シワ改善の成分がギュッと入っているんですね。で、もちろん薬用と書いていて、医薬部外品って書いてあるので、もうシワ改善を言える有効成分がしっかり入っています。で、その有効成分何かっていうと、ナイアシンアミドになります。ナイアシンアミドってすっごくお利口さんの成分で、表皮にも真皮にも作用していくという成分になります。で、真皮はですね、コラーゲンとかエラスチンの、酸性を促したり破壊を抑えたりといって、要は内側からふっくらさせて、シワ改善ということ、紫外線が当たってメラノサイトがね、メラニンを作るっていうものを抑えるっていう美白効果もあるんですけれども、もう一つ表皮の水分量をアップさせるっていう効能もあるんですね。なので表皮の水分量もアップして、乾燥からのシワも改善させてくれるんじゃないかなと思います。もちろんナイアシンアミドのシワ改善有効成分っていうのは、真皮表皮どっちにも効いていくということから取られているので、それがしっかり入っているっていうのは嬉しいことですよね。で、それだけじゃなくて、もう一つですね、私がこれすごいと思ったのが、このレチノタイムにはですね、レチノ CPX というものが保湿成分として入っているんですけど、これが何の複合体かというと、レチノールパルミチン酸エステルとツボクサエキスになります。レチノールパルミチン酸エステルっていうのは、パルミチン酸レチノールとかと同じ成分なので、守りのビタミン A なんですね。レチノールっていうのはやっぱり効果も強いんですけれども、刺激もあるので、使うとね赤くなる A 反応出る方いらっしゃるんですけれども、このビタミン A の誘導体で、このパルミチン酸レチノールだったり、レチノールパルミチン酸エステルだったりすると、すぐに効果は出ないんですが、使い続けるうちにですね、皮膚の水分量がパッとアップして、ツヤっとしたプルっとした肌に仕上げてくれるっていうことで、私自身スキンケアでもよく取り入れてるんですよ。それがハンドクリームに入ってきてるっていうのはすごく驚きですね。で、もう一つツボクサエキスっていうのは、シカ成分という名前で皆さんもなんか認識していると思うんですが、シカっていうのはこのツボクサから抽出するエキスになります。なので、よく言われているのが抗炎症作用ですよね。ちょっと肌荒れだったりを鎮静させるという効果があります。なのでパルミチン酸レチノールでこう皮膚をこうふっくらさせながら、手荒れとかね鎮静させてくれるっていうこともできるのかなと思って、すごくこれ本当になんか顔に塗ってもいいんじゃないかなっていうぐらいですね。あとは水分解ヒアルロン酸とも入っているので、もちろん保湿効果もたっぷりあります。ですから手が荒れてるっていうよりも、どちらかというとアンチエイジングですよね。ふっくらさせたりとか乾燥だったりとか、やっぱり手ってよく見られるじゃないですか。だからやっぱり手って年齢が出やすいので、そういうアンチエイジングのためにはこちらザ・レチノタイムリンクルハンドクリームいいんじゃないかなと思いますので、ご紹介してみました。続いて私がこれ成分すごいなと思ったハンドクリーム2つ目はこちらです。防災 F 薬用リンクルクリアハンド薬用シワ改善美白ハンドクリームです。こちらもですね、医薬部外品で、シワ改善美白って書いてあるので、しっかりと有効成分が入っています。それも実はさっきのレチノタイムと一緒で
ナイアシンアミドが入っています。ナイアシンアミドっていうのは実は歴史が古くてですね、まあ、ずっと昔から研究されているので安心っていう面がとてもあります。で、美白効果もシワ改善の効果も認められているので、それが入っているっていうことはすごく嬉しいですよね。もう一つ、ナイアシンアミドは皮膚の、ね、バリア機能を改善させるということもあるので、ハンドクリームに一番向いている有効成分なんじゃないかなっていうのは、今回ねレチノタイムだったりこのフォーザ F のリンクルハンドクリームを見ても思いました。で、もう一つですね、これがいいなと思ったのは尿素が配合されています。で、尿素っていうのは水分をねしっかり引っ張ってきたり、あと本当にガサガサな手がね荒れていたりとか、やっぱりこうちょっとどうしても水仕事をしてしまうと皮膚の水分がこう出ていってしまうんですよね。で、皮膚が熱くなってしまって、こう有効成分がなかなか手に入りづらい、それで手っていうのは荒れてしまうとなかなか改善が難しいんですよ。なので尿素でちょっと肌を、まあ、角質を少し柔らかくして、それから水分を入れていくっていうことがとても大事なことなんですね。なので結構肌荒れを改善させるようなハンドクリームと尿素入ってるんですね。で、尿素が入ることによってちょっと熱くなった、ね、角質が少し柔らかくなるっていうことがあるので、私は結構ハンドクリーム尿素入ってるのはいいなと思っています。なのでこれにはちゃんと尿素が入っていて、それプラスナイアシンアミドが入っていることによって皮膚の水分量アップさせて、で皮膚のバリア機能をまあ高めてくれる。で、ナイアシンアミドが入っているのはシワ改善や美白なんですね。で、もう一つすごいなと思ったのが美白成分のビタミン C 誘導体が入っています。それが L アスコルビン酸2グルコシドという、どちらかというとちょっと即効性があるビタミン C が入っています。なのでまとめると、尿素が入っているので角層にしっかりと柔らかくしてね、角層に結構水分を入れ込むことができる。で、もう一つ私言い忘れたんですけど、セラミドも入っているので、尿素でちょっと柔らかくして水分を引っ張っていけるような状態にした時にセラミドを入れて、乾燥もそしてちょっとザラッとしたものも改善してくれる可能性があって、でそこにまた水分量を上げていくような表皮に効くナイアシンアミド、そしてもう一つのビタミン C は入っているということで、手荒れまではいかないんですけれども硬くなってるなと、それによって皮膚が黒ずんで見えたりとかくすんで見えるっていう方にはとってもいいハンドクリームなんじゃないかなと思います。プラスね、これね、日焼け止めとも書いてあって SPF32PA3+ も入ってるんですね。ですからちゃんと保湿っていうこともするんですけれども、日焼け止めも効果もありますから、こう外でね出る機会が多い方、手の甲にシミができてしまうとレーザーで取るの結構大変なのでね、そういった意味でもこちらのフォーザ F 薬用リンクルクリアハンドおすすめかなと思って、こちらも紹介してみました。続いて私がこれも本当成分いいなと思った3つ目がこちらです。カルテ HD モイスチャーハンドクリームです。こちらも医薬部外品でしっかりと効能があるものになります。これは肌荒れ防止有効成分グリチルリチン酸ジカリウムが入っているんですね。なので先ほどの2つはどちらかというとアンチエイジングだったりとか、まあ、シワ改善美白なので、お肌にスキンケアとしてもいけるなっていう感じですけど、これはもうより手の乾燥だったりに気になる方には本当におすすめだなと思います。手っていうのはもともと皮脂腺、油の線がないですから乾燥しやすいんですね。で、一度乾燥してしまったらそれを修復する機能っていうのが、まあ、ちょっと弱いものになります。ですからやっぱり荒れさせないようにするっていうことすごく大事なんですよ。で、そのためにはやっぱり潤い成分をしっかり入れて肌に膜を張ってあげるっていうことがすごく大事になってきます。で、ちょっとでも荒れそうな時にはこう炎症作用があるものを入れていって、まずはそこが強い炎症に変わらないようにするってことが大事なんですね。で、もう一つはカルテ HD といったらヘパリン類似物質ですよね。医療分野でも保湿剤として使われているものになります。で、もちろん医療と同じだけ成分は入っていないんですけれども、やっぱりこう保湿という面では十分な量入っていると思います。なのでひび割れとか赤切れまではいかないんだけれども、なんかその手前でちょっとカサカサして手がなんか痒くなりそうだなとか、保湿をグッとしたいよっていう方は、まあ、炎症も抑えながらヘパリンがしっかりとお水を引っ張ってくれるっていう意味で、こちらの本当にハンドクリームは素晴らしいなと思いました。カルテ HD さんのいいところはやっぱり化粧品会社さんが作っているので、テクスチャーがとてもスッと馴染むんですね。ハンドクリームってやっぱベタベタしていると携帯とか触るとき嫌じゃないですか。そういったことも軽減されているので、まあ、ヘパリン使いたいんだけれどもベタベタするのが嫌だよっていう方にもすごくおすすめなんじゃないかなと思ってこちら紹介してみました。
最近はね本当にスキンケアと同じじゃないっていうくらいの有効成分が入ったハンドクリームたくさん出てますよね。その中でも今日紹介した3つっていうのはもう群を抜いてるんじゃないかなと思うので、ドラッグストアに行って見つけてみたらちょっと手に取っていただけると嬉しいかなと思います。ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次の動画でもお会いしましょう。さようなら。